モササウルスカとは、白亜気候期に繁栄したユーロコモクトカゲアモク、オオトカゲ浄化に属する、海星のトカゲからなるグループである。稀に、ソウ,ウやウミトカゲ類と呼ばれることもある。本項目では、モシキ族であるモササウルスを含めた、カ全体の概要について解説する。モササウルスの化石は1764年に、オランダのマーストリヒトの石灰岩採石場で、 発見された。その後のジョルジュ・キュビエラの研究によって、この化石が絶滅した大型の海生爬虫類のものであることが判明した。現在の分岐分類学では、顎の構造などから、モササウルス科はトカゲアモクの中でもヘビに最も近縁なグループであると考えられており、ユーロコメの種文化を考える上で非常に注目されている分類群である。 チャールズ・ナイトによる背びれが描かれたティロサウルスの復元。気管軟骨が背びれを支えていた軟骨であると誤認され、この復元図が描かれた。尾びれが三日月型のプラテカルプスの復元。モササウルス化最小の属は体長3から3.5メートルの仮の伝数である。この種は球根状の頑丈な葉を持ち、海岸線近くの浅い海底で貝や極秘動物を食べていた。 ほとんどのモササウルス類はこれよりも大きく、ティロサウルスは最大体長14メートル、上実のマーストリヒトから発見されたモササウルスの最初の標本も体長17メートル以上に達するとみられる。大型モササウルス類の体長は他のユーロコメを大きく引き離しており、彼らは史上最大級のユーロコメであると言える。モササウルスの体型は原生のオートカゲに似ているが、 遊泳生活に適応するためにより巨大でより、胴長で、流線型になった。肋骨は短くなり、四骨が伸びて、手足は貝のような形をしている。尾は垂直方向に幅広くなり、推進力を生み出した。古い考えである泳ぎ方は、うなぎや蛇のようにくねらせて泳いでいたと言われている。しかし、最新の研究では、モササウルスには、サメや、 魚竜のように大きな三日月があったのをヒひれがあった。モササウルスの筋肉を見ると、うなぎや蛇のような体全体をくねらせる泳ぎ方よりも、むしろオひれで力強く、水を蹴って推進力を生み出す泳ぎ方の方が、推理学的にかなう泳ぎ方である。この最新の研究により、モササウルスは高速遊泳かつ遠泳が可能である。また、モササウルスは待ち伏せ型の狩りを行い、 尾ひれの強力な推進力で獲物を吸収していた可能性もある。モササウルスは二重関節の顎ととても柔軟な頭蓋骨を持っていた。この形質は彼らが獲物を一気に丸飲みできるための適応であると考えられる。また、モササウルスはティラノサウルスと同等の咬合力があり非常に強力な顎であらゆる生物を噛み切ったり噛み砕いたりもして捕食していたとされる。 サウスダコタから発見されたティロサウルスの体内からは、稲葉物として、ヘスペロルニス、大型甲骨魚類、大型サメ、より小型のモササウルス類の化石が見つかった。モササウルスの様々な特徴から、多くの研究者は、モササウルスがヘビと共通の祖先から分化したと考えている。この学説は1869年に、エドワード・ドリンカー・コープによって、初めて提唱され、 彼は、ヘビとモササウルスを、パイターナモーファという分類群に統一しようとした。この学説は長く忘れ去られていたが、1990年代に入って、再び脚光を浴びた。ティロサウルスのおうの印象化石かなりの数のモササウルス化の化石が、世界中から産出しており、表皮に関する情報は、比較的早くから知られていた。世界中から見つかった。 モササウルス類の化石のうち、いくつかが、鱗の印象化石を残していた。もしかするとすでに鱗の印象が残るモササウルスの化石は見つかっていたのかもしれないが、このようなデリケートな部位が化石に残るとは考えられておらず、長い間見過ごされてきたのかもしれない。モササウルス類の外皮の特徴は長い間、アメリカのカンザス州後部群の上部サントニアンカ部、 カンパニアンから見つかったティロサウルスの骨格標本に基づいて研究がなされてきた。ヨルダンの原名にあるムラクカアソ宗から保存状態の良いモササウルス類の化石が見つかった。この化石は手足の四骨の間の薄い皮膜の部分を含めて蛇のようにオーバーラップしたダイヤ型の細かい鱗で覆われていた。原生の爬虫類のようにモササウルス類も体の場所によって 鱗の大きさや形が異なっていたことが分かっている。原名の標本からは2種類の鱗が識別された。両線がある鱗は体の上部を覆い、表面が滑らかな鱗は体の下部を覆っていた。奇襲型の捕食者は待ち伏せ型の狩りを行うことから、モササウルス類は光を反射しにくい両線がある鱗を利用していたと考えられる。プラテカルプスの頭部と頸部から見つかった。 軟組織気管軟骨が写真の下部に写っている。最近、皮膚組織だけではなく内部組織まで保存された、極めて状態の良いプラテカルプスの標本が見つかった。体内には、心臓、肺、腎臓とおぼしき赤い組織が残されていた。さらに、気管軟骨と網膜とおぼしき組織までが保存されていた。腎臓は腹部のはるか前方にあり、この配置は、 オートカゲよりもむしろクジラ類に似ている。オートカゲも含めた原生の爬虫類では、気管支は途中で二股に分岐して肺につながるが、モササウルス類では、クジラのように気管支は左右独立して肺まで平行に配列する。これらの特徴は、モササウルスが水中生活へ移行したことによる内部形態の変化であると考えられる。さらに2011年には、 モササウルスカのプログナトドンの化石から白亜紀のものとされるコラーゲンが見つかった。モササウルスカは白亜紀中頃の魚流、プリオサウルス類、海星ワニ類の絶滅に乗じて空白になった生態域に進出し、白亜紀後期の中ロニアンからマーストリヒチアンにかけての2000万年間、頂点捕食者の地位にいた。NHK スペシャル、恐竜町世界では、 最強のハンターとして繁栄していたと紹介されている。温暖な大陸方の旋回での生活によく適応し、反世界的に分布を広げた。特筆されるのは、モササウルス類は耐性であり、ウミガメよりも海中生活に適応していたことである。アースンブ1624から見つかった、繊維上の組織白亜紀の海水準は、現在よりもはるかに高く、 世界各地で海心を引き起こした。モササウルス科の化石は、オランダ、デンマーク、ポルトガル、スウェーデン、イギリス、アンゴラ、モロッコ、ニュージーランド、メキシコ、ペルー、ハテは南極沖のベガ島からも見つかっている。なお、従来ニュージーランド産の恐竜化石とされたものの、多くが、実は、モササウルス類、ないし主潮竜の化石であったことが判明している。北。 アメリカでは、かつてのニオブララ海の分布域である、カナダのマニトバ州、サスカチュワン州、アメリカ中西部を中心に、モササウルス類が広く見つかっている。ちなみに、日本からは、北海道三笠市から、モササウルスかタニハサウルス属の一種、エゾミカサ流が見つかっている。長年、海にのみ住んでいると考えられていたが、2012年12月19日付の、 オンライン科学雑誌プロスワンにハンガリー自然史博物館のチームがかつて川だった8400万年前の地層からモササウルス類の化石を発見したと発表した。淡水で生活する死もいた可能性が考えられている。1770から1774年にオランダマーストリヒトで見つかったモササウルスの頭蓋骨最初に報告されたモササウルス類の化石は 1764年にオランダのマーストリヒト市近郊の採石場の甲府たちによって見つかったモササウルスの部分的な頭蓋骨である。モササウルス化石の発見は恐竜化石の発見よりも早いが有名な恐竜の影に隠れてあまり知られていない。しかし、啓蒙時代に入り知識人たちの自然科学への興味が高まるにつれてヨーロッパ各地で見つかっていた大型化石は 実は、太古の絶滅生物の意外なのではないかという関心が持たれるようになった。そのような中で、モササウルスの第二の標本が発見される。1770年から1774年の間に、軍医で化石コレクターであったヨハン・レナード・ホフマンは、モササウルスの第二標本を、当時の一流の科学者たちに引き合わせ、この化石の存在が有名になった。 当時のこの化石を管理していたのは、マーストリヒト大聖堂の司祭、ゴディングであった。1794年に、マーストリヒトが、フランス軍によって占領された時、モササウルスの第二標本は、戦利品として600本のワインボトルと共に、パリに持ち去られた。当初、その化石は魚、ワニ、あるいはマッコウクジラであると、様々に解釈されていたが、年に、 なって、オランダ人科学者、アドリアン・ジル・キャンパーが初めてこの化石とトカゲの共通点を指摘した。1808年、ジョルジュ・キュビエは比較解剖学の検知から、この結論を指示し、モササウルスが絶滅した未知の海生波虫類であることを見抜いた。この研究は古石椎動物に対する本格的な比較解剖学的研究の最初の例で、ある。彼は1822年に、 それまで、ルグランドアニマールホッセルでマイストリクトと呼ばれていたこの化石をモーザソリスと命名した。この経験は、後の彼の学説に大きな影響を与えた。その後、1829年には、この化石に完全な形での学名モーザソリスホフマニーを与えた。他にモササウルスの化石の断片とおぼし着物は、以前からマーストリヒトで見つかってはいたが、 19世紀までに学術的な意義は認識されなかった。ハールレムのテイラーズ博物館には1790年から展示されていた。マーストリヒトの石灰岩層はモササウルスの発見で一躍有名になった。そして白亜紀の最後の時代はマーストリヒチアンと呼ばれるようになった。ウィリストンよりカンザス州から多く産出するモササウルス類産シクリダステス。 プラテカルプス、ティロサウルス、タニファサウルス、クリダスティスプログナトドン、モササウルスカと近縁の分類群を含むクラドングラム。アーロン・エトール等による、モササウルスカの祖先型と目される、アイギアロサウルス上述したモササウルスカとヘビの共通した特徴から、両者は共通の海生の祖先を持っていると考えられている。白秋前期のヨーロッパに生息していたアイギアロサウルスは、 原生のオオトカゲに似た体型の半水性のトカゲであり、モササウルス科はこのような生物から進化したのかもしれない。2005年に発見されたダラサウルスはモササウルス科の中でも原始的な形状を残しており、陸生のオオトカゲと海生のモササウルス科の中間的な存在であるとされる。一方、2006年には南アメリカから 白亜紀候機の地中性の原始的な蛇であるナジャシュが発見されたことによってモササウルスイコール蛇の海中起源説に対する反論もなされている。ありがとうございます。